まずここでパス交換します。ダイレクトでもトラップしても OK ね。で最初まずこれを工事にパスを入れるんだけど、条件があってダイレクトで入れること。こっちから来たボールをダイレクト、例えばじゃあ昴生が工事にこのまま入れてダイレクト、でこう入った時はストップ、ボールを出した方の逆、今だったコースねが前に進んでいって、はい、パスストップ、それを日向に入れるっていうのが1セット。それでパス交換します。どっかのタイミングでパスを入れた、はい、逆の選手がはいもらいに行ってドン、はい、で日向ドン、どっちかがダイレクトで昴生に入れる。はい、止める。で昴生ができて、はい、で昴生昴生、はい、持ってもらったらこの選手、はい、で昴生持ってきて、はい、OK、はい、で声交換、はい、こうだよ、はい、OK、そう、はい、はい、ドン、ドン、ドン、はい、すぐ入る、すぐ入る、すぐ入る、逆といい、ボールをさっきのルールと一緒、ここでパス回しします。で、リボにボール入れるのは必ずダイレクトでしかダメっていう条件、トラップした状態から狙うのはなし。で、ディフェンスの選手はパスカット OK。 ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、はい、でこのパスカットも来てもいいけど、これ来ちゃうとどうなるかっていうと、OK、出されたらこれダイレクトで入れられるね、こうなっちゃうからね。これ試合でもよくあるよね、こういう時はな。で、これ別にダメじゃないけど、取れるときはいいよ。でも弱かったりとか油断しててさ、コロコロって蹴った時に取りに行くのはいいけど、予測されたらうまくやられる。OK ね。で、今みたいにボールが入った時は、さっきのルールと一緒、ダイレクトで入れた選手の逆の選手が入ってるので、ストップ。これを、シュート。ダイレクトしか入れない。はい、スタート。はい、シュート。このパスが弱いとさ、ディフェンスが動く時間作っちゃうな。ここにいられるとこれ蹴れるから、ダイレクト、 どこに出してほしい、翼は左、左足だけど、どう、前と後ろどっちに欲しいか、そうだよな、ちょっと気持ちさ1個前に出してあげると踏み込みながら蹴れる、そうそうそう、足元に全部入れればいいパスじゃないよ、ここ理解してね。目的は今はここにいる、スタートに、ね、ボール入れたい、ダイレクトで蹴りたいから、何じゃない、ここに入れられちゃうと、これが翼だったら左で蹴れるね、右利きの選手だとこれ詰まってて蹴れないな、この辺に触れたらさ一歩踏み込んで蹴れるよね、だからそういうところもこだわってやろう、だから常にダイレクトに出せるようなボールを出してあげると、お互い、はい、こっちちょうだい、これもほらこっち出した時点でコーチも後ろ向いちゃう、ね、ちゃんとダイレ出せないから、こういうどこに出すかっていう、ちょっと続けて、そうで無理やったら戻す、入れればいいよね、体の向きとか、もうちょっと前から、そう、トラップ別にしたらダメじゃないからな、リズム変える、はい、これチャンス、いやー体の向き、もうちょっと前、どうする、下がる下がる下がるじゃん、前からプレッシャーかけて横ずれて、また、はい、入った、パスもらって、はい、シュート、はい、OK、 シュート上がったね。ルール追加、ルールはもう理解したね。パス交換を8回まで OK で、だから9回以上、まあ9以上ね、以上っていうのは9回も含むね、9回以上やった場合はもうこのこっちのチーム負けです。どっちかディフェンスします。1、2、3、4、ほらパスが終わりにできるよ、5、はい、あー取った、はい、ちょ、はい、シュート、はい、オッケー、ディフェンスカードになったから先にディフェンス、1、ナイス、ちょ、はい、シュート、
あ、オッケー。四、五、六、七、八は読まれるよね、ほら。はい、こう、ダイナイトディフェンス。じゃあ、翼ハイミコ、はい。今みたいに無駄に横パス使いすぎたらさ、もう出すとね、読まれちゃうよね。でも右利きここ入ってあるとちょっと蹴りにくいよね。そしたらちょっとこういうカードの向き作らないと、完全にこうやってパス出す人のフォーム行ってやったら、出して出して、これ小学生もよくある、こういうカードの向きでパス交換するとここの選手見えないし、出して出そうと思ったら蹴れないよね。こういう向き作んないと、こっちの右利きは大丈夫、でもこっちに入った時の右利き、はい、出して、こうやったらパス入れやすいよね。こういうカードの向きだ。オッケー。今ここだけでやってたのは別にちょっとドリブルで攻めるのは OK、 大丈夫だけど、必ずピボロ選手に入れてから向こうのゴール2個どっちか狙いに行きます。で、ディフェンスはこれね、今ストップで入った後、入った後もまだ続きます。このボールのリターンをブロックしに行ってます。で、どっちの選手が受けても大丈夫。次は OK ね。あ、試合に近くなったよね。じゃあ目的まずどこ、もう今翼よね。もう意識がこうしかなかったらさ、その縦入れれんやん。こうこう、こっちの選手も意識だけど、こっちの選手これがターゲット、目的ね。目的を見ないとプレーできないよ。この選手がもしか翼がさ、こっち側に入ってんだったら、真ん中じゃなくてここ通すことあるよね。わかる。なのでピボの選手もただ真ん中にずっとタップくんじゃなくて、横動いたりとか、このディフェンスの間、間がないんだったら横でもらう。今だったらこう隙間あるよね。オッケー。ちょっともう一回やってみよう。はい、いくよ、スタート。距離感変えてもいいよ。そう、別に前攻めてみないよ、ドリブル。そこでやる必要ないよ。そう、仕掛けてもいいよ。ディフェンス取りに行けよ、本気で。オッケー、はい、シュート。あー、オッケー。出されたくなかったらどうしようか、ディフェンス。そうね、絞るよね。で、絞ってる選手にはこれどうしたらいい、この選手を広げたいんやったらどうしたらいい、みんな。どこに、そうだね、逆サイド、この幅を使うとこの選手がスライドするから隙間できるよね。これをなんか広げてると通しやすい、わかる ね。狭くなってたら外から通す。 OK。 で、ドリブル仕掛けてもいい。そしたらディフェンス動くから。これはもうあの試合全部一緒だけど、ディフェンスの位置動かすにはボール動かす、人動かす、いいね。ドリブル仕掛けたらこの選手来るからな。行きましょう。はい、スタート。はい、どう。いやー、今のひなたひなた、足の裏でトラップしてみ。リボの選手は別にダイレクト落とさなくていい。こうやって止めて走ってきた時にチョンって出してあげたらいいから。オッケー、はい、ほら、読め、はい、シュート。いやー、惜しい惜しい惜しい。はい、これかーい。形は良かったけどね、ちょっとあの出た瞬間に切り替えが遅い。ボールが入って、あ、行かなきゃで行くともう遅いから、動いてる瞬間に行く。ディフェンスよりもさ、先に反応したいよね。ディフェンスが先にバッて引いちゃったらさ、出すとこなくなっちゃうね。ボールが入って移動してる瞬間にこの選手より先に入ってあげると、このゲームは勝ちやすい。この状況でこの選手がいるか出せないよね。そしたら逆サイド出すことによって、コージはそこの外からのボール出されるの嫌だよね。じゃあ翼縦1回狙うイメージ持って、でもトラップ。そうするとこの時にスターコベック、待ってね、この時にこの選手が寄っていきながら翼が出して、はい、そうでやるとここが通る。で、みんなこの距離を全然今変えずにプレーしてるから、出すタイミングが作れない。こういうのをトラップを中にしてさ、ここに出せる。この時は蹴り方ちょっと変えてさ、インサイドじゃなくてもうただこうやって足を引っ掛けるだけ。こういうパスをすると早く出せる。これをいちいち向き変えてさ、丁寧にさ、インサイドに蹴り直してたら、こういうの時間かかる。だから使う選手とかすごいよく使うけど、ハードル向き変えずにこのままさ、足首だけでこう出すパス、こうやってすごい早く出せるから、こういうのちょっといろいろ工夫してやってみて。 OK、 はい、逆読め読め、 OK、 シュート。すげえ。いやー、今のになったらダイレで入れれるイメージでいこうか。やったやったやった、もう出した方がいい。ああ、今のね、今のもいなかった、ダイレクトで入れてたかもしれないよ。そうそう、ナイス。いいよ、やっていいよ、やっていいよ。オッケー。いやー、惜しいね。
今のが、まあ、翼が距離変えてさ寄ったことによってさ、まあ、左だからそっから出せたね。今のすごいいいプレーだったから、今見たのをやる、そこの距離を変える、はい、ディフェンス1クリア出された、はい、ゴー。だけどこれは遠いから難しいカット、はい、交代で、今のは何が起きたかっていうと、こっからここの距離長いよね。なんでこの辺から入れちゃうと走っていくまでの時間がすごいある。そうすると何が起きるかっていうと、ディフェンスがついてきた、マジっすか、ね、ついてきちゃうね、うん、だからあんまりね、遠いところでこのピポ当て狙っちゃうと、やばい、もらいに行くまでの距離あるからディフェンス追いついちゃう。もちろん足がめちゃめちゃ速かったら先行けるかもしれないけど、ディフェンスの方が向こうにいるから難しいよね。みんな常にダイレクトでは出そうっていう意識は持ったままプレーして、で無理だったらトラップすればいい。でも止めてから今の出せたらってことあるよね。なので常にここを蹴ろうという意識は持って、ここのボールとここの選手のパスコースはちゃんと意識する。で無理だからトラップするとか、中に1個入ってから間狙うね。オッケー、常にここの選手と今のコージに対してパス出せるっていうイメージ持ったプレーして、ハイ、はい、スタート、もう常にだよ、ここでもだよ、無理だからはい使う、オッケー、はい、呼べ呼べ、オッケー、いやーし、いやでも形は完璧、あとはもうひたすら決めるだけだ。今そう距離感変えたりする、まだある、通ったけどもらう人が苦しい、はい交代。今のは距離が長すぎたから、さっき言ったやつね、コーチが距離が長いから用意どんでいってもディフェンスついてこられちゃうんだね。なのでパスが出た瞬間には必ずオフェンスチームはこの選手よりも向こう行かなきゃいけないということは、パス出すタイミングと同時、これが一歩でも走り出すぐらいで行かない、出して一泊空けてから、あ、行かなきゃ、じゃあ遅いからね、つらいんだったらこうで回らせてもらっても OK、 はい、決めろ、いやー惜しいね、ないよ、どう、はい、どっちどっち、いやー、オッケー、ナイス、リボン、ナウ、ゴー、いやー惜しいね、今さっきのいいプレーね、戻せ、やってこい、やってこい、